はいどうも、いったんです。今日は久しぶりの YouTube 収益公開をやろうと思います。はい、でこれね、2ヶ月ぶりの YouTube 収益公開の動画なんですけど、なんでね2ヶ月ぶりになったのかというと、あの YouTube の収益ってね8000円を超えないと振り込みされないっていう、まあ仕組みになってるんですよ。でまあこれねちょっと先に言ってしまうんですけど、4月の収益が8000円を超えなかったんですね。で一応その確定はしてるんですけど、あの振り込まれてなかったので、それをねこう YouTube で公開していいのかどうか、もしかしたら規約違反になるのかなと思って、まあ一応公開しなかったんですよ。なんですけど5月の収益が確定して、4月と5月の収益合算すると8000円超えて振り込まれたので、まあ、それでね、今回は収益を公開できるっていうことでね、動画を撮ってます。で今回も、収益はいくらでしたっていうのを言って、でその後ね、再生回数がいくらだったとか、あの広告単価がいくらだったっていうのを発表しようと思います。で現在この一旦 TV のチャンネル登録者数が、1400人ぐらいなので、まあ、今から発表するその4月と5月の時点では、まあ1200人とか1300人ぐらいだったので、まあ、大体それぐらいの登録者の YouTuber がどれぐらい稼いでるのかっていうね、まあ、その参考になればなと思います。はい、それじゃあね早速収益の方を発表していこうと思います。じゃあまずね4月からいこうと思います。4月の YouTube 収益は5868円でした。で次5月は5877円でした。はい、ということで今までの YouTube 収益公開動画をあの見てくれた皆さんわかると思うんですけど、かなり収益が下がりました。もうちょっと理由はね後で話すんですけど、その前の月ですね、3月の収益が、15,146円だったので、だいたいね3分の1ぐらいにね収益が減りました。で3月はねあの YouTube ライブでのあのスパチャをね結構投げてくれた人が多くて、まあ、それでね収益結構多かったんですけど、そのスパチャがなくても1万円は超えてたんですよ。そうだからシンプルに動画での収益自体が減ってます。でその理由なんですけど、あの僕の動画で一番伸びてるルームツアーの動画、これだいたい今8万再生ぐらいされてるんですけど、この動画がね4月5月とあの再生回数下がったんですよ。でその理由としてはやっぱり2月3月のあたりって引っ越しのシーズンで、このルームツアー系の動画って、ね、伸びやすいんですよ。でも4月になってみんな新生活が始まると、そんなルームツアーの動画ね伸びなくなるんですよ。まあ、それがね一つの理由かなっていうふうに思ってます。で次はね、まあ、それに関わるこの収益に直結してくる再生回数のお話をします。じゃまず、4月の再生回数は、25,091 回でした。で5月の再生回数は27,006 回でした。ということで、収益自体はほぼ一緒だったんですけど、再生回数自体は2000回ぐらいかな、違いはありました。でこれもやっぱり3月の再生回数と比較すると、3月がね 38,646 回なんですよ。そうだから3月から比べると1万回ぐらい落ちてるので、なのでやっぱりそこもね収益に直結してるなっていうふうに思いました。はい、じゃあ次はチャンネル登録者数が1ヶ月で何人伸びたか発表します。でまず4月です。4月は、チャンネル登録者数55人増加しました。次5月はチャンネル登録者数70人増加しました。はい、ということで、あのここ数ヶ月ねチャンネル登録者数の伸びはねかなりいいんですよ。だいたい1ヶ月で50から100人ぐらいは、まあ、増えてるので、ねやっぱりね1000人超えたぐらいからのチャンネル登録者数の伸びはね、かなりいいです。で最後1再生あたりの広告単価のお話をします。まあ、これはね結構気になる人多いんじゃないかなって思うんですけど、じゃあまず4月です。4月の1再生あたりの広告単価は 0.234 円になります。で続いて5月、5月は 0.218 円です。はい、ということでね、広告単価自体も3月から比べてかなり落ちました。3月のね1再生あたりの広告単価が 0.392 円なので、なのでだいたい 40% ぐらい単価がね落ちました。でこれに関しては結構なんか季節性があるらしくて、あの企業がねいっぱい広告を打つ時期とか、まあ、それによって広告単価っていうのは変わってくるらしいです。はい、ということで、チャンネル登録者数が1400人の大学生 YouTuber の収益を今回は公開していきました。どうでしたでしょうか。まあ普通にね低いですよね。
それでね、今回感じたことがあって、やっぱりね、動画が1本だけなんかバズったっていう、まあ、それだけだとこう収入が安定しなかったりとか、まあ、このねルームツアーの動画がいい例なんですけど、こう時期とかによってね再生回数がバラバラになってくるんで、まあ、収益が安定しないっていうところがあるんで、まあ、やっぱり出す動画が安定して再生回数取れるようにならないと、まあ、YouTube でね安定して稼ぐのは難しいなっていうふうに思いました。で、6月なんですけど、6月はね、まあ、収益公開どうだろう、できるかなできないかなっていうのはギリギリのラインなので、もしかしたら次もね2ヶ月ぶりの収益公開動画になるかもしれません。なので、今回の動画がいいなって思った方はね、ぜひチャンネル登録をして次回の収益動画も見ていただけたらなと思います。それでは今日の動画は以上となります。バイバーイ。